ユーズ -469 ユーズ -469 は、ロシアのユーズが製造している四四輪駆動の小型軍用車両である。主に、ソビエト連邦軍、ワルシャワ条約機構加盟国で使用される。ユーズ -469 は、ガズで開発され、後に、ユーズで生産が行われたガズ -69 の、 後継者として1971年に開発された。標準仕様では7名の乗員が登場可能である。軍仕様のユーズ -469 の最低地上高は 300mm であったが、民間向けとして開発されたユーズ -469B は最低地上高が 220mm に変更されている。ユーズ -469B は 民間だけでなく軍でも使用されたほか、西側向けには、ツンドラの名で販売された。1985年に大規模な近代化改修が行われ、ユーズ -469 はユーズ -3151 に、ユーズ -469B は、ユーズ -31512 にそれぞれ、名称変更された。ユーズ -3151。 ユーズマイナス31512は外見こそユーズマイナス469と変わらないが最高速度が向上しておりユーザーの意向に応じて各種のガソリンエンジンディーゼルエンジンを選択できる選択可能なエンジンにはユーズ製のものだけでなく日本のトヨータ自動車製のエンジンも含まれるロシア連邦軍向けの生産は2011年時点では継続されていた 民間向けの新規生産はハイガス規制の関係で終了しているが、ユーズ -469B、ユーズ -31512 の回収パッケージとしてユーズハンターが提供されている。ルーフはキャンバストップになっており、取り外してオープントップにして、KPV14.5mm 重機関銃や SPG-9 無反動砲を1問搭載する。 ことも可能である。ユーズ -469 は、シンプルな作りのため簡単なメンテナンスや修理が可能であり、東側諸国からの評判は良い。また、北方の極寒の地での運用を考慮して製作されたため、キャビンの機密性が高く、他の寒冷地や砂漠などの乾燥地帯でも評価されている。ユーズハンター。 ベトナム法チミニシチェコ共和国軍で運用されるユーズマイナス469。他、多数。ありがとうございます。